ダナプラトーはアメリカ合衆国の女優。1978年から人気テレビ番組アーノルド・ボーヤは人気者の子役として活躍したものの薬物の過剰摂取により34歳で死亡した。カリフォルニア州ロサンゼルス郡生まれ。母親は18歳の未婚女性で、ダナの出産時にはすでに生後18ヶ月の第一子がいた。 そのために棚は養子に出され、養父母のもと、サンフェルナンドバレーで育てられた。子役からキャリアをスタートさせ、7歳頃には、コマーシャル等に出演。また、フィギュアスケートの選手としても有望であった。1978年に、人気シットコム、アーノルド・ボヤは、人気者のキンバリー役でブレイク。実生活はイメージとはほど遠く。 若い頃から使い始めた酒と麻薬への依存症の深刻化や出演中の妊娠、たった一人の子供の親権を離婚した夫に持って行かれるなど多くのトラブルを抱えていた。人気番組、アーノルド・ボーヤは人気者が放送中であった1984年、ボーイフレンドであったミュージシャン、ラニー・ランバートの子供を妊娠。 番組の内容にふさわしくないという理由で、プロデューサーに解雇された。同年に結婚、息子を出産したが、1986年に、アーノルド・ボヤは、人気者が終了してからは、キンバリーのイメージが強すぎたことなどの影響から、女優としての仕事は困難となった。包教手術を受け、1989年には、雑誌、プレイボーイの、 ヌードグラビアに出演するなどしていた。1990年に離婚し、1991年には、ラスベガスのドライクリーニング店で働くようになった。同年、銃を持って、ビデオ店に押し入り164ドルを強奪、警察に逮捕された。実業家、ウェイン・ニュートンによる、保釈金1万3000ドルの援助を受けて保釈された。銃はおもちゃであり、 被害額も小額であったことから、5年間の保護、観察処分となった。この事件はかつて花々しい人気を誇った子役の悲劇として、また、アーノルド・ボーヤは人気者の共演者であった、ゲイリー・コールマンや、トッド・ブリッジスもそれぞれ不祥事を起こしていたことから、全米で大きな話題となったが、ダナプラトウに対する同情も見られた。しかし、 翌1992年1月には厚生新薬ジアゼパムの処方箋を偽造したとして再び逮捕される。保護観察処分中であったことから刑務所に収監されて30日間服役、さらに5年間の保護観察処分を受けた。出所後には薬物依存離脱のためのプログラムに参加した。80年代後半以降に出演したのは主に B 級映画やソフトコアポルノなどであり、1998年にはアーノルド・ボーヤは人気者をもじったタイトルのエロティック映画ディファレント・ストロークス・ザ・ストーリー・オブ・ジャック・アンド・ジル・アンド・ジルでレズビアン役を演じている。1999年頃までには新しい恋人と共にフロリダ州でキャンピングカーに住み込むような状態になっていた。 1999年5月7日、キャリアの再開を目指したダナプラトーは、DJ ハワード・スターンのラジオ番組に出演した。番組中で彼女は、28歳の恋人と婚約した、ことを明らかにしたほか、薬物や経済状態について、などの近況を率直に語ったが、電話によって番組に参加した何人かのリスナーからは、辛辣な批判が浴びせられた。 番組の翌日、ニューヨークのスタジオからロサンゼルスに戻る。途中のプラトウと婚約者は、母の日のお祝いのため、オクラホマ州にある婚約者の母親宅に立ち寄った。横になりたいと言って、家の外に泊めていた。RV 社に戻ったプラトウは、中枢性筋肢管薬と麻薬性鎮痛薬の過量服用によって死亡しているのを発見された。死因は自殺とされた。 死亡時、はじめの夫との間に生まれた息子は14歳になっていた。2010年5月6日息子のタイラー・ランバートが、オクラホマのタルサで銃で頭を撃って自殺した。母の日の3日前であり、11年前の母の死とは2日、違いである。25歳であった。祖母のジョーニ・リチャードソンによるとタイラーは死ぬ前に、薬物やアルコールを使用していたという。 ありがとうございます。